どうも、皆さん、こんにちは。着バスです。本日はですね、なんと、アメックスのホテルオファーがですね、来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、ホテルのね、オファーということで、アメックスのね、クレジットカードを対象のね、ホテルで利用していただくと、いくら以上利用するとですね、キャッシュバックが受けられるキャンペーンとなっております。で、今回のね、アメックスのオファーなんですけども、アメックスのプロパカードにもね、来ているっていう風になりまして、それ以外にもセゾンゴールドとかね、セゾンプラチナとか、あと MUFG とかのね、アメックス、こちらにもね、利用することができる方いらっしゃるそうですので、保有されているカードね、チェックしてみていただければなと思います。残念ながらね、私はアメックスプラチナのね、ビジネスカードにはね、来ていたわけなんですけども、まあ、それ以外のね、カードには来てないということで、アメックスが発行しているマリオットアメックスとかヒルトンアメックスアメックスプロパー、ANA アメックスとかデルタとかね、あと何かあったかな、アメックスゴールドプリファードとか、まあ、プロパーですね。まあそういったカードに関しては、ちょっとどのカードにね、来ているかわからないわけなんですけども、今回ですね、ホテルオファーということで、ホテルね、利用される方はね、非常にお得にね、利用することができるっていう風になりますので、ぜひね、利用していただければなと思います。で、今回ですね、ちょっとね、注意事項とかもございますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけれども、こちらはですね、セゾンのね、ページになりまして、アメックスログインしてオファーが来ている方はそちらでもね、エントリーすることができますし、もしね、セゾンゴールドとかプラチナとかね、そういったクレジットカードを持っている方は、ワンクリックの優待ありますよね。アプリを開いていただいて、下の方にね、出てくると思うんですけども、まあ、そちらからね、移行した先で確認できるかと思います。ちょっとね、カードによってどれぐらい来てるかっていうのはですね、プロパー含めてちょっとわからないっていう風になりますんで、皆さんね、ぜひチェックしてください。で、今回ですね、来ているホテルオファーは、ヒルトン、IHG、フェアフィールド、パンパシフィックホテルグループ、あとね、カンタス航空とかもね、こちら、まあ、こちらホテルではないんですけども、こういったオファーもね、来ております。で、ちょっとね、週末の細かい話とかでね、しようと思ってたんですけれども、またね、ジップエアのね、オファーとかも来ておりますので、まあ75,000なんでね、結構ハードルは高いんですけども、まあもしね、利用する機会の方は、こちらね、ジップエアで75,000以上利用していただくと、15,000円キャッシュバック、60,000円で利用することができるね、キャッシュバックも来ておりますので、こちらもぜひね、チェックしてください。で、まずですね、今回ね、紹介していきたいのは、ヒルトン、IHG、フェアフィールドということで、詳細ね、見ていきたいなと思うんですけども、ちょっと私の方ですね、見づらいんでね、要約させていただきました。まずね、IHG からね、行きたいと思うんですけども、IHG のホテルは30,000円利用していただくと6,000円キャッシュバックが受けられるオファーとなっております。こちらね、カード1枚につき1回ね、利用することができるっていった形になっておりまして、エントリーね、先着3万名までっていう風になっております。ですので、この動画を見たらですね、ひとまず今回ね、ヒルトン、フェアフィールド、あと IHG ね、来ておりますので、まあそれ以外もそうなんですけども、できるだけ早めにね、エントリーだけしておいてください。で、こちらね、IHG に関してはエントリー期間が10月の31日まで。で、宿泊期間も2024年10月の31日までとなっております。で、特典ですね、IHG のホテルで30,000円利用していただくと6,000円キャッシュバックはね、受けることができます。ですので、30,000円利用していただけば24,000円でね、利用することができるっていう風になりますので、非常にお得ですよね。で、複数回の合算 OK っていう風になりますので、まあ一つのホテルでですね、何回か利用して30,000円超えたら6,000円返ってくるっていった形になりますので、こちらね、非常にお得ですよね。で、疑問に思われる方ね、いらっしゃると思うんですけども、今回のキャンペーンね、IHG、ヒルトン、フェアフィールド、いろいろね、あるわけなんですけども、すべてね、この文言が入っているんですけども、複数施設の合算がどうなのかっていうのはね、ちょっと記載がないんですよね。こちら今ね、公式サイトに問い合わせておりますので、回答分かりましたらですね、動画の固定コメントにね、追記しておきますので、そちらね、チェックしていただければなと思います。要は A ホテル、B ホテルで30,000円超えたらこの6,000円がキャッシュバックもらえるのか、もしくは一つのホテルで30,000円利用しないとね、まあもらえないのかっていうところで、まあこちらに関してはですね、正直ね、今までの、私、毎回ね、こちら問い合わせしてるんですけども、その時のオファーによってね、こちら回答変わったりいたしますので、まあいろんなホテル利用して、30,000円超えたら対象ホテルでね、利用していただいて30,000円超えたら6,000円返ってくればね、非常に利用しやすいんですけれども、まあ、一つのホテルですね、数泊して3万とか超えたらね、いいんですけども、無理にね、利用したりで、するとちょっともったいないので、まあ、こちらはですね、回答分かり次第ね、固定コメント載せておきますので、そちらね、チェックしていただければなと思います。で、対象ホテルはちょっとね、後で別途ね、記載させていただきまして、まず注意事項ですね。今回のね、ホテルオファーに関しては、すべてね、公式サイト予約後、フロントデスク決済が対象です。で、対象ホテルにですね、国内では、だけではなく、海外も利用することができるようになっておりまして、海外で利用の場合は、外貨事務手数料を差し引いた額が3万円で対象ということで、こちらね、外貨事務手数料がね、差し引いた金額で3万円超えないとね、こちら対象になりませんので、この点ね、注意していただければなと思います。で、対象ホテルなんですけども、で、まずね、こちらが国内になるわけなんですけども、国内だけではなくてですね、ちょっと国内後でね、詳しく見たいと思うんですけども、オーストラリアのね、ホテルも対象になっております。IHG じゃない、残念ながらね、オーストラリアのみ海外っていう感じで、まあ、オーストラリア利用する予定のある方は、ぜひこちらもね、チェックしていただければなと思います。この表はね、概要欄に載せておきますので、気になる方、ぜひね、チェックしてください。で、国内に関してなんですけども、対象ホテルになっているところと対象ホテルになってないところがね、ございまして、まずね、対象ホテル、こちらに一覧ババって書いてありまして、対象ホテルで、なおかつ、宿泊も対象だったり、レストランも対象だったり、まあ、こういった感じでですね、ホテルによって分かれているんですよね。ですので、こちらね、注意していただいて、利用ね、してみていただければなと思います。まあ、対象ホテルね、利用する際は、この表を一回ね、見て、まあ、宿泊だけ対象なのか、ホテルのレストランとかもね、対象になるのか、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。で、今回ね、この IHG のね、ホテルに関しては、対象のホテルと対象外のホテル分かれておりまして、こちらね、対象のホテルになるわけなんですけれども、ANA クラブプラザだったり、ANA ホリデーイン。こちらが、リーガロイヤルホテル、キンプトン、新宿、インディゴ、箱根とかね、軽井沢、犬山とかあるんですけれども、あとインターコンチネンタルですね。こちらが対象のホテルって言いた形になります。で、私がね、ちょっと、調べさせていただいたんですけれども、こちらね、載ってないので、こちらに関しては対象外っていう風になりますので、この点ね、ご注意いただければなと思います。どのホテルもね、対象になっているわけではございませんので、もしね、今回のオファーで利用される予定のある方は、対象のホテルですね。ぜひね、公式サイトで宿泊、レストラン、またね、ホテル自体がですね、対象なのかどうなのか、チェックしてからですね、利用ね、していただければなと思います。で、またですね、前回ね、細かい話かなんかでしたと思うんですけども、今ね、ANA で IHG 夏のコラボレーションキャンペーンもやっておりますので、もしね、ANA で IHG ね、利用される方で、対象ホテルね、ちょっと少ないんですけども、もしね、こちらのホテル利用される予定のある方はですね、こちらもね、航空券購入していただくとですね、プラス500マイルにはなりますけども、貯まるっていう風になりますんで、ぜひこちらもね、エントリーしといて利用ね、してみていただければなと思います。こちらのキャンペーンはですね、エントリーしていただいて、航空券購入していただいてね、また対象の IHG ホテル利用していただくと、プラス500マイルがね、もらえますよっていうキャンペーンですので、利用する予定のある方はですね、500マイルもらえちゃいますので、ぜひね、こちらもチェックしていただければなと思います。では次にフェアフィールドバイマリオット。こちらで2万円利用していただくと4000円キャッシュバックですね。これね、2万円で4000円キャッシュバックなんでね、めちゃくちゃいいですよね。修行してる方とかからするとね、かなりいい内容ではないでしょうか。で、エントリー必須になっておりまして、ね、先着3万名っていう風になります。で、エントリー期間、宿泊期間、どちらも2020年11月の12日までっていう風になりますんで、ひとまずね、エントリー先にしといてください。で、特典は2万円利用していただくと4000円キャッシュバックですね。複数回合算 OK って言った形になります。で、複数施設合算 OK は先ほど言った通りね、こちらも問い合わせておりますので、またね、固定コメントに記載しておきます。で、注意事項としては、公式サイト予約後、フロントデスク決済が対象っていった形になりまして、今回のキャンペーンはね、まあ、どのキャンペーンもそうなんですけれども、一応ね、クイックペイで払えるホテルがね、あっても、クイックペイで払ったりするとね、対象外になりますんで、公式サイト予約していただいて、フロントデスクで決済していただいたのがね、対象になりますんで、この点ご注意ください。で、今回のね、対象ホテル、マリオットのフェアフィールドに関しては、基本ね、すべてのね、フェアフィールドホテルがですね、対象になっているっていう風になりますんで、フェアフィールドバイマリオットね、今、道の駅プロジェクトで非常にたくさんね、ありますけども、特にね、対象外のホテルね、私では見つけられませんでしたので、多分全部対象になってると思いますんでね、これはね、めちゃくちゃいいと思いますので、いろんなね、クレジットカード保有されている方はできるだけエントリーしていただければ、かなりお得にね、利用することができるのではないかと思いますので、ぜひね、こちらチェックしてください。それでは次にヒルトンホテルですね。ヒルトンホテルは4万円利用していただくと8000円キャッシュバックですね。で、エントリーが必須になっておりまして、こちらも先着3万名っていた形になります。で、9月12日までね、利用することができて、宿泊期間もエントリー期間も9月の12日までっていう風になります。で、特典が4万円利用していただくと8000円キャッシュバックということで、こちらね、複数施設で利用できるとね、非常に強いですよね。他のオファーに比べるとですね、ちょっとね、利用金額はね、ちょっと高いですよね。3万円と、こっちは2万円で、ヒルトンはね、4万円っていう風になりますんでね。で、こちらも複数回の合算 OK です。で、対象ホテルね、ちょっと後で見ますけども、こちらもね、国内、国外ありますので、海外でね、利用する際は手数料差し引いた金額で4万円超えないと、対象になりませんので、この点ご注意ください。で、こちらもね、公式予約後、フロントデスク決済が対象になりますので、フロントデスクでね、決済するようにね、してください。で、ヒルトンホテルの方の対象ホテルに関しては、こちらですね。こちらがね、対象ホテルになりまして、対象外、あります。ヒルトン横浜、ヌロック京都、ダブルツリーバイヒルトン大阪城。こちらに関してはね、対象、まあ、表にね、載っておりませんので、まあ、対象に入ってこないかなと思いますので、こちらではね、利用しないようにしてください。特にね、ダブルツリー大阪城とかね、確かラウンジあるんじゃないですかっけ？ダブルツリーでね。はい、それで結構有名になったと思うんですけれども、ヒルトンでね、宿泊数で修行されている方、またね、HPCJ ってありますよね。ヒルトンプレミアムクラブジャパン。通常入ると25,000円ぐらいかかるんですけども、まあ、更新していただくとね、1万円とかでも入れたりするんですけども、HPCJ とかね、IHG のインターコンチネンタルアンバサダーとかもそうだと思うんですけども、ホテルの受付でね、あれできるんですよね。で、前回とかですね、こういったキャンペーンの時に、この対象ホテルのフロントデスクでね、まあ、ヒルトンであれば HPCJ の更新とかね、していただいたり、IHG だったらね、インターコンチネンタルアンバサダーのね、更新とかしていただくと、フロントデスクで決済されたっていう感じで明細が上がりますので、こういったね、キャッシュバック受けることができますので、インターコンチネンタルアンバサダーとかもね、更新されてる方ね、結構いらっしゃると思いますし、まあ、ヒルトンに関してはですね、HPCJ ね、使ってる方非常に多いと思いますので、ぜひこちらはね、覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、海外の対象ホテルなんですけども、ヒルトンに関してはオーストラリアと中国で、またね、日本、あと香港ですね。で、それ以外にもニュージーランドとかシンガポール、またね、バンコクとかもね、利用することができますので、あとプーケットもあるんですね。はい、こういった感じで国内だけではなくてですね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですね。今ね、円安でホテル非常に高いので、これはね、ぜひ活用してみていただければなと思います。こちらね、対象ホテルのね、公式サイトに関しては全部ね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、そちらチェックしていただければなと思います。ということで、今回ですね、アメックスのホテルオファーね、来ておりましたので、解説させていただきました。このね、アメックスのホテルオファーっていうのは、カード1枚につき利用することができるっていう風になりますんで、対象カードをたくさん持っている方に関しては、何枚もね、登録して利用することができますので、ぜひね、ご自身のカードにですね、今回のホテルオファー来てないか、チェックね、してみていただければなと思います。特にですね、アメックスのクレジットカード、アメックス発行しているプロパカードであったり、ヒルトンアメックス、マリオットアメックス、ANAアメックスとかね、ありますけれども、このね、家族カードとかも普通にね、インターネットで登録していただくと、このオファーね、来て利用することできたりいたしますので、ぜひね、来てないかチェックね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルク診断、ポイントサイト診断ね、こちらからね、無料で利用することできますんで、ぜひね、チェックしてくるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。